今から抜き打ちカバンの中身チェック。イエーイ。はい、じゃあメアリーから紹介してください。はい、まずカバンはアンミールのトートバッグです。それはこのぐらい。かわいいですねありがとうございます。かわいいですね、うん、はい、まずポーチか。なんか今日はその自分メイクだったのでメイクポーチを持ってきました。今日はよみうりランドのメアココの撮影だったのでメイク道具も持ってきたのでメイク道具も紹介します。フロアイパレットクワッドの02番です。これはすごいよく使ってます。毎日のように使ってます。これは学校の日も、いや違う、休みの日セダンヌミックスカラーチークスの02番です。チークで、これはヒロインメイクのスムースリキッドアイズのアイライナーの02番ブラウンのリキッドです。キャンメイククイックラッシュカーラーの BR ブラウンのフォーム型のタイプのブラウンのマスカラです。ブラウンですね。黒はあんまり使わないです。優しい感じ。そうですね、そうですね、はい、キスミヒロインメイクマイクロマスカラアドバンストフィルムの02番。これもブラウンで、これはブラウンっていうか赤みがかかったブラウンで、なんか下まつげとかもちろん上まつげでもいいですけど、すごい細くて塗りやすいです。綺麗な色。はい、次インラインラブライナーのペンシルのブラウンです。これもこんな感じでここのまつげの間を埋めるのに使ってます。これはハンドビーのアイブロウマスカラのモーブブラウンです。これは眉マスカラに使ってます。なんか髪の毛より明るい色にするとなんか垢抜けるらしいので使ってます。でこれはジルスチュアートのクリスタルブルームジェリービージュの01番。これはマナに誕生日プレゼントでもらったんですけど、こんな感じでキラキラで、しかもめっちゃいい匂いだし見た目もすごい可愛いのでお気に入りです。はい、目です。アイシャドウです。キラキラです。そうこれはイニスリーのノンセバムミネラルパウダーの02番。これは顔のあれです、パウダーです。でこれはこけしちゃん、資生堂のお姉ちゃんが台湾の時に買ってきてくれた。これなんか不思議なこけなんかこうやってプルルルルルからこんな形になりました。かわいいです。資生堂の台湾の資生堂。これは普通にピンクのビューラーです。はい、メイクポーチはこんな感じです。でメイクポーチに似たやつがリップリップはなんかすごいいっぱい持ち歩かないと なんて落ち着かないのでいっぱい持ってます。いっぱい入れてます。チコでこれは大好きな安田あかりさんの B アイドルのブランドのチアプルリップの05番のやきもちピンク、04番のほっとかないでレッド、06番の気まぐれブラウンです。これはすごいなんかプルプルですごい可愛い、色も可愛いしよく使ってます。毎日つけてる。使ってますね、はい、絶対見れてますでこれであともう一本オレンジもあるんですけど今日はお家に置いてきました。はい、これはロム&のJR ティントです。これはなんか最近買ったんですけどすごいなんか色も可愛くてなんかマットすぎず、マットではないか、プルプルっていうかほんのりいい感じのプルプルになるのですごいおすすめです。でこれは 3C の BR リップカラーの221番。こんなオレンジ、なんて言うんだろう、ブラウン、赤めのブラウン、あ、明るめのブラウンです。これはマットなので下になんかリップクリームとか塗った時に塗ります。これはすごい消えてわかんないんですけどジルの なんて言うんだろう、なんかブロッサムリップみたいな感じです。すごい裏が透けて消えてて15番です。こ
桜、こういうなんていうんだろう、なんだっけ、くすみピンクみたいな感じの色で、すごいここに鏡もついてて可愛いです。でこれはアクアクアのオーガニックスイーツリップの03番のアップルレッドです。これはこういう濃いめに見えるんですけど、塗ってみるとナチュラルな感じになるので、すごい学校とかにもおすすめです。はい、あ、お化粧品はこんな感じです。次はこの 3C のポーチです。これはこの中に入ってるのはあのアンブリオリスのモイスチャークリーム、本当は顔に塗るやつなんですけど、ちっこいのでハムクリームとして使ってます。でまたパウダーキャンメイクのシークレットビューティーパウダーの02番、これはキャンメイクのパウダーです。でこれは目薬リセロートリセコンタクト W のピンクの目薬です。でこれはマトベージュのヘアスタイリングスティックの RF です。なんかすごいいい匂いがします。髪もまとまるのですごいおすすめです。これはエチュセのオイルブロックベースのクールです。これはテカるのがなくなるっていうやつなので、すごい使ってます。であとは日焼け止め、パラソーラのエルミスキン UV エッセンスのちっちゃいバージョンです。これは夏とか大きいバージョンを毎日使ってます。あとはマイメロの前髪留めるクリップです。はい、この 3C のポーチの中身はこんな感じです。これは普段いつも持ち歩いているようなポーチで、これは今日はなんかリップいっぱい持ってきたからこれになって、これは普段はまあ持ち歩かないんですけど、こういうメイクをするときとかは持ち歩いてます。はい、次これはスイカと、あと中にプリクラとかが入ってます。これはどこだっけ、ハニーサロンのなんかピッてなるやつです。 M って書いてあるので、すごい可愛いのでお気に入りです。で財布、サマンサタバサプチチョイスの福袋に入ってたやつです。これも福袋についていたので一緒につけました。でこれはすごい3本目2本目ぐらいなんですけど、フィアンセのボディミストのピュアシャンプーの香りのなんかボディミストっていうのかなです。これはすごいいい匂いがふわーんとしてて、なんか香水よりも匂いは抑えめだから、すごいなんかいい感じの匂いでめっちゃ好きです。これですね、あ、汚い、なんか今日被ろうとした帽子なんですけど、これはイートミーのキャスケットです。最近被ってます。うん、被ってます。で、これはあのイヤホンです。で、鏡です。ちっちゃくてすごいいつも持ち歩いてます。あとはフリスクのオレンジです。これめっちゃ美味しいのでぜひあとは飲み物とマスクです。はい、以上です。こんな感じで多いな。そう、今日は特別に多いですね。携帯はこれはお友達にプレゼントでもらったやつと、お友達とお揃いの3コインかなのあの携帯置くやつなんですけど、ここにメアリって入っててすごくお気に入りです。めっちゃ可愛い。はい、でこんな感じです。はい、どうでしょうか。はい、今日は遊園地なので、ブーツ、ぺちゃんこのブーツと、あとは短すぎないなんかジャンスかつなぎみたいなやつのワンピースです。で、マフラーとかアウターは白で揃えて女の子らしくしました。この動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。おすすめ動画も見てください。
私のお気に入りのよみうりランドのアトラクションは UFO です。なんか焼きそばの匂いがするやつがすごい一番好きです。バイバーイ。